ピンポン。お、あれ、ここは、せやった前々回あいつに火星に飛ばされたんやった。帰ったら絶対しばくてかどうやって帰るねん、もう。おい。おい。なんかどこからともなく声が。おい。うわあ、なんか乗ってきたー。と、着地。ありがとう、先地球に戻っといて。なんや、あの謎生物。火星に遭難したあかりちゃんを。助けに来ました。誰のせいだと思ってるのかな。ごめん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 。あ、あれ火星人じゃないですか。え、どれどれ。ほらあれ。そうかな。マジダリー火星。ほら、ゴビも火星ってついてますし、間違いないですよ。その前にめちゃめちゃ日本語喋ってるじゃねえか。火星人はとても温厚で有名なんです。きっと不法侵入したあかりちゃんでもしっかり歓迎してくれますよ。誰のせいだと思ってるのかな。ごめん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 。まあまあ機嫌直して。ちょっくらあの人に火星の名所でも聞いて観光してお土産買って帰る。おい、あれ拳銃じゃね。まあ火星のケーキは黒光り。絶対違うだろう。あ、パンツ食べたい。おい、なんかやべえこと言ってるぞこいつ。大丈夫です。日本語でのパンツ食べたいは火星では違う意味なんですよ。あ、そうなんか。火星語でパンツ食べたいの意味が、ブラジャー食べたいです。ニアリーイコール。おい、明らかにやべえやつだろ。どうすんだよ。わかりました。わかりましたよ。もう、あかりちゃんは不法侵入ですが、私は正規のルートで来ました。なので逃げ隠れする必要はないんですよ。こいつマジでしばくぞ。あの火星人と話しつけてきます。ちょっと待っててくださいね。不法侵入者が2名、直ちに抹殺する。おい、2名抹殺って言ってるじゃねえか。あいつらだな。抹殺する火星。やべえ、見つかった。ゆかりちゃん逃げるで。地球人を抹殺する火星。おい、てめえ願えんな。貴様はあの地球人の仲間じゃないのか。ノーノー、私地球人の。アイアム火星人火星。怪しいな。ほら、よく見て、地球人こんな風に顔飛ばないでしょ。確かに。それでいいのかよ。ふいに、火星火星。くっそ、あいつトリッキーな身分証明書使いやがって。よし、あいつを捕まえるぞ火星。承知。では私があのまん丸オレンジを捕まえますので。まん丸オレンジがうちのこと言ってるなら、とりあえずフライング便かけて。あなたは逃げたもう一人を追ってください。なるほど、わかった火星。よし、この隙に逃げますよ、あかりちゃん。お前、もしかしてわざと寝返ったふりを。ふっくればゆかりと呼んでください。なかなかやるな。頼りにしてるね。任せてくださいよ。この隙に地球に帰ります。おう。どうした？あの、冒頭私が乗ってきたこの子知りません。は？いやいや、お前自分で逃がしてたろうが、先地球に戻ってる的なこと言って。あ、そういえばそうでしたね。あははははは。何ボケとるん、もう。あははははは。やっべ、あの子いねえと帰れねえ。くっそ、こいつ使えねえ。どうしよう、どうしよう、助けてママ。へいへい、何してるの二人とも。お母さん。ふ、ママの次元移動はね、この第七宇宙の中ならどこでも移動できるのよ。神、帰るわよ。助かった。